皆さん、こんにちは。日本人女子プロゴルファーとして活躍する渋谷日向子さん。今回は渋谷日向子さんの不倫や性癖について詳しく解説していきます。またグラビアデビューについても深掘りしていくので、ぜひ最後までご覧ください。渋谷日向子さんは1998年11月15日生まれ、岡山県岡山市出身。身長は167センチ、血液型は AB 型です。家族構成は両親、姉、妹の5人家族で、渋谷さんは3人姉妹の次女。父親は円盤投げ、母親はやり投げをしていた元陸上競技選手です。現在も母親は豊富な知識を生かして食事などを管理しています。渋谷さんの出身小学校は地元岡山市内の公立平島小学校。子供の頃から習字を学び、書道は初等師範の腕前を持っています。そして小学校2年生の時にゴルフを始めました。幼い頃からの友達の父親が現在でも練習拠点とする岡山市内のゴルフ練習場、パールグリーンゴルフクラブのインストラクターを務めており、そのつながりからゴルフ体験に誘われたことが始まり、同じく12月からは地元のスポーツ少年団に入団し、ソフトボールも始めました。ソフトボールを始めたのは子供の頃から、高校野球が大好きだったからだそうです。渋谷さんは高校野球について、高校野球は小さい頃から本当に好き、何よりも全力プレーが素晴らしい、サッカーは初めて甲子園に行って観戦しました、雰囲気が素晴らしくとても楽しかった、と語っています。なお現在でも渋谷さんはソフトボールの方がゴルフより好きだと述べ、オフには小学校時代に所属したチームに戻って練習しているそうです。小学校卒業後は地元岡山市内の城東中学校に進学。ちなみにお笑い芸人のブルゾン千恵美さんとは同じ出身小学校と中学校です。中学時代ゴルフもたしなんでいましたが、学校ではソフトボール部に所属していました。ゴルフのための体力づくりという理由から女子部員は渋谷さん一人だけだったそうです。渋谷さんがゴルフに専念するきっかけとなったのは、中学1年生の頃に参加した岡山県のジュニア大会での優勝。中学1年生の時に優勝した岡山県ジュニアゴルフ選手権は、中学2年生と3年生の時にも連続して優勝し、3連覇を果たしました。しかし中学時代には全国大会で目立った成績は収められなかったそうです。中学校卒業後は私立の共学校である作陽高校に進学。この高校スポーツが盛んで、特にサッカー部は全国大会の常連として知られています。高校時代渋谷さんはゴルフ部に所属しており、2学年上にはプロゴルファーの藤本麻子さんもいました。高校1年生の時には中国女子アマチュア選手権で優勝、2年生の時には全国高等学校ゴルフ選手権大会の団体戦で優勝、高校3年生の時にはゴルフ部の主将を務めメンバーをまとめていました。全国大会ではあまり活躍できなかった経験から進路に迷いましたが、当時の監督からの励ましでプロゴルファーを目指すことを決意し、プロテストを受験することに。高校卒業後は大学に進学せずにプロゴルファーを目指しました。初めてのプロテストでは不合格となりましたが、翌年に再チャレンジして合格。2019年5月、20歳の時にはワールドレディースチャンピオンシップサロンパスカップで大会史上最年少の20歳178日で優勝し、黄金世代のトップ選手として注目を集めました。同年7月の資生堂アネッサレディースオープンでも2勝目を挙げました。賞金ランキング上位5名として、同年8月に行われた海外メジャー AIG 全英女子オープンへの出場権を手に入れた渋谷さんは、初めての舞台で初優勝を果たし、日本人女子としてはなんと42年ぶりの偉業を成し遂げました。帰国後も好調なパフォーマンスを維持し、同年9月のデサントレディース東海クラシックで国内3勝目を達成。11月には大王製紙エリエールレディースオープンで4勝目を挙げ、年間賞金ランキングでも2位に輝くこととなりました。2020年には AIG 全英女子オープンでの優勝により得た出場権を生かして海外メジャーにも参戦し、一層の飛躍を目指しています。そんな渋谷さんですが、日本人男子プロゴルファーの石川遼さんと
不倫関係にあるのではとデイリー新潮が報じました。報道によれば渋谷さんは急なスイング改造に固執しており、これには石川さんの影響が大きいとされています。以前からメディアや周囲から指摘があり、アドバイスもあったということです。渋谷さんはデビュー前からプロコーチの青木翔さんに支持していましたが、2020年末に契約解消、その後石川さんに指導を仰いでいるそうです。しかし関係者によれば、それが指導者と教え子という関係を超えており、渋谷さんが石川さんに心酔し、ゴルフだけでなくその人物に傾倒しているとの指摘があります。2人が初めて会ったのは2019年で、その後何度か会ううちに尊敬の念が芽生え、練習を共にするようになったとか。関係者によれば、渋谷さんと石川さんの関係はゴルフだけではなく、寝食を共にするほどの親密さが増しているとのことです。ただし、報道には曖昧な表現が多く、具体的な不倫行為が報じられているわけではありません。渋谷さんが石川さんに憧れ、練習を共にし、親密な関係を築いているといった内容です。これに対する一部のネット上の声では、不倫関係を否定する意見が多い一方で、情報の信憑性に欠けるといった意見も聞かれます。これだけの情報では、2人が不倫関係にあるといった可能性は低いと言えるのではないでしょうか。また、渋谷さんの赤ちゃんプレイ動画がネット上で話題となっています。渋谷さんは YouTube のサントリー公式チャンネルが公開したウェブ動画、ザキヤマの渋谷さんぶっちゃけどうですか?に登場し、様々な質問に答えていきました。動画では、ぶっちゃけゴルフってどうですか?という質問に対して、仕事です。プロゴルファーになってから趣味でゴルフに行くことはなくなった。と回答。また、ゴルフのいいところについては、頑張れば頑張った分だけいろんな人に喜んでもらえるのかなって思います。とコメントしています。動画の終盤では、ゴルフ以外だったら何の仕事がしたい?という質問に対し、小さい子が好きなので、幼稚園の先生になりたい時がありました。と回答。この返答に対して山崎博成さんが、ザキヤマちゃんを3歳くらいの子供だと思って、あやしてもらっていいですか?という無茶ぶりがあり、渋谷さんは赤ちゃん言葉であやす場面がありました。この様子を見たファンは大興奮し、ネット上には様々なコメントが寄せられました。報道の中では一部のコメントが引用されており、それにはファンの興奮やユニークな声が含まれています。動画の結末では、山崎さんがふざけて、ザキヤマちゃんは痩せなかったと締めくくり、楽しい雰囲気で終了しています。この動画から渋谷さんの性癖が赤ちゃんプレイなのではないかと憶測が飛び交いましたが、実際には小さい子が好きというだけで性癖ではないようです。笑顔が可愛らしく、スタイルも良い渋谷さんですが、グラビアデビューをするのではないかとの噂も浮上しています。この噂の背景には、フジテレビ系ジャンクスポーツ3時間スペシャルに出演し、グラビア撮影のオファーが来たらという質問に答えたことが関係しているそうです。この日は女子ゴルフツアーで活躍し、1998年生まれの黄金世代と呼ばれる渋谷さん、原恵梨香さん、小祝さくらさん、新垣比奈さんなど8人が出演していました。番組でのアンケートで、小祝さんと新垣さんはグラビア撮影のオファーがあったら受けるという質問にノーと答えていましたが、実際にはグラビア撮影を行っていたことが発覚しました。特に小祝さんは前回の番組収録と同じ日に撮影を行っており、私はやりたくなかったんですよ、めっちゃ嫌だって言ったんですけど、マネージメントの方が OK しちゃっててしょうがなくと釈明。さらに番組 MC であるダウンタウンの浜田雅俊さんが渋谷さんに、前回はいなかったからと同じ質問をぶつけると、浴衣なら着たいですねと前向きな返事が返ってきました。水着やってほしいという仲間からのリクエストには、やらんわと即答しています。しかしグラビア会社と渋谷さんがビキニ写真集について話し合いをし、その方向での話し合いが終了したという情報も上がっています。渋谷は昨年からグラビアのターゲットとして高い評価を得ています。愛嬌のある顔に抜群のボディ、知名度もこの上なく高いビキニ娘として出版界が
放っておくはずがありませんよ、とグラビア雑誌編集者も話しているそうです。両者が納得いく形となれば交渉成立も夢ではないのではないでしょうか。実際にはすでに2億円で交渉成立したのではと情報機関で言われていますが、事実確認できていません。いかがでしたでしょうか。今回は渋谷日向子さんをご紹介しました。今後の活躍にも期待していきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。